はい、どうも、レギです。スプラトゥーン2にですね、あと15分ぐらいしたら、アップデが来ると思うんですけど、アップデの内容が、武器の弱体化と武器の強化、なんですけど、それとプラスで、なんか入れないとこに侵入できる、なんか、ことがあったんだって。でも、アップデ後、絶対できなくなると思うんで、俺もやってみようかなと思うんですけど、なんか、多分ですけど、多分ここなんですよね。ここから、左の、このブロックに飛ぶやつ、こうやって、なんかこうやって飛んで乗って、敵陣地侵入できるらしいんですけど、さっき10分ぐらいやったけど、全くできなかった。でも多分これだと思うんですよ。なんか見たことあるの。これやってんの、ツイッターで見たことあるの。一回だけ。あー、今惜しかったな。で、これがもしできた場合ね、これできなかったのね。てかこれ絶対試合中できないだろ。多分なんかいけるらしいのでね、ここに多分修正が来ると思います。多分。全部ね、あれなんですけど、憶測の考えなんですけど、ここの場所に乗ったとするじゃん。ここから。その時に、ジャンプで敵陣地に侵入できるから、ずるいみたいな、強いみたいなのを見ました。まあ、俺が今できたところであれですよ。もうできないからね、アップデで。この動画でできて、動画と公開してる時にはもう、できなくなって、伝説の動画となって。あ、いけそう。うわあ。絶対無理じゃん。これ絶対無理だから。いけるわけねえじゃん。この距離。無理だってばよ。無理じゃん。これガンガジャ変わったの？本当にどう変わったんだ、気になるぞ。ここさ、修正来てたら、高くなってる気がする。心なしか、いや、そんなことはない。わかんない、来てない、わかんない。ここのジャンプだよ、多分ここのジャンプ。ここのジャンプだった気がするよ。やってみ。落ちた。騙された。騙されてったわ。